ああ、はい。じゃあそろそろ X ランバとやりますんで、皆さんエントリーお願いします。はい、じゃあそろそろね、大会やりますよ、皆さん。エントリーしてくださいね。やりますよ、そろそろ。さあ、今日はね、ヒデいないんですよ。ヒデ嫌いな方がいますが、これは良かったのか、悪いのか。大会形式ですが、特に希望がなければ本日は紅白戦でチーム戦ですね。2チームに分かれての。まだ書いてないのは、まだいそうですね。バイパールール、
何ですかそれ。バイパールール、バイパーさん、何かあるんですかこれ。勝者が次の対戦者を指名する。ああ、なるほど。なるほど。お？参加？参加でしょ？早く書けよ。早くエントリーしろよ。はい、やりますよ大会、皆さんやりますよ、やりますよ、元気ですか。まあいつも通りですね。あ、間に合いましたね。さあ、そんな遅らせてもダメですよ。はい。はい、サード勢の西川さん、お電話入っております。西川くんいるかな、お電話入ってます。
そんなわけじゃん。さあ、じゃあ今日は12人ですね。じゃあ66で紅白戦やりましょう。ルールですけど、なんかバイパールール希望って人いるんですけど、いいんですか？バイパールール、なんか勝った人が次の対戦相手を指名できるらしいです。まあね、何でもありの大会なんで、それやってみますか、試しに。じゃあリーダーどうしようか。リーダーやりたい人、リーダーやりたい人いないね。誰もね、やりたがらないんですよね。ランダムだと、ランダムでもいいかな。じゃあニアさんリーダー。誰もやりたがらないんだけど。あー、そうだな。6人か。年長者リーダー、じゃあ長州さん。俺別にできないでしょ。次誰ですかね。天候さんと似合うやん。そうなんですか。ニヤさん、破天荒さんとニヤさん、長州さんが俺じゃねえぞってちょっとクレーム入りましたね。決まんないので、決まんないので、じゃあ今日はランダムでいっちゃいますよ。じゃあね、くじ引きで、じゃあ偶数チームと奇数チームにしようかな。お、お疲れです。まだ始まってないです。大丈夫です。さあ、じゃあ14人に増えまして、
じゃあくじ引きね、あの今日はランダムですね、あのどうなっても恨みっこなしで、
はい、チーム決まりました。今日はね、1人2キャラ1人2キャラで、まあ自信がない人は同じキャラでもいいよという救済ルールがね、あのカワシムさんがダルシム2回使うとかはちょっとね、多分、うん、多分自重してくれると信じていますのでさあバルログ、バルログダルシム。はい、じゃあね、チームがね、まず片方がショウ、ウネ、カワシム、中島、ツムラ、福山、ニアチームで、もう一個が破天荒、長州、ハゲ、バイパー、お茶丸、トモザ、ヘブン。これでまあ1人2キャラなんですけど、まあまあ先方だけはどうしようもないけど、 2人目からは勝った方が相手を指名できるバイパールールというものがあるらしいので、キャラは、いや、キャラは指名しちゃまずいんじゃないですか、さすがに。だから、あの、選ばれた人はその時点でキャラを決める。うん、先方はじゃあ、あんま意味ないんですかね。まあやってみましょうゴーキとバルログダメですよ。じゃあ先方だけちょっと決めましょうか。じゃあちょっと皆さんチームでね、あ、じゃあ 1P2P も決めなきゃね。じゃあいいや、じゃあショートヘブンでじゃんけんして1P2P 名前変えないと。はい、今ね、赤チームの方、ショウ、ウネ、カワシム、中島、ツムラ、福山、ニアチームの方がコンパネ選択権を得ました。どっちがいいとかある人いたらね、言ってあげてくださいね。ワンピー、じゃあワンピーですね。さあ、じゃあ先方、我こそはという人挙手が、じゃあ白チーム、我こそは先方、白チームが破天荒、長州、ハゲ、バイパー、お茶丸、友ザ、ヘブン。バイパールールって言っても後から始めていいんでしょ。それダメ。別にいいけど。あ、いいですか。新しいいや、新しいことに挑戦するのが大山ニュートンですから。そう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 。それもう多分どこもやったことないね。世界初のルール、ここに生まれました。じゃあね、 1P 側はじゃあショウが先方名乗り出た、 2P チーム2P チーム、 2P チーム、みんなこれチーム戦だよツーピー、じゃあ、あ、じゃあ俺でもいいよ、ハゲ。じゃあハゲいっとく。じゃあハゲいきますよ、ツーピーね。で、あの、1人2回なんで、1回負けたら、あの、罰つけていきますんで、だから罰が2つついた人はもう終わりですね。うん、そんな感じで。
あ、じゃあ長州さんちょっとマイクお願いしていいですか。まあ、いや、じゃあとりあえず始めますね。本日のランバト始めます。わーい。はい、こんばんは、川島です。あ、どうも。あ、どうも、福山龍です。お願いします。お願いします。さあ、それでは大山龍とバイパール一人二人持ち始めましょう。まずはショウさん、ワンピーガーのショウさんが龍、そしてハゲさんがダールシム。ダールシムぜ、ハゲだけに。これはどうするんですか、この龍ダールシムは。ね、龍、はい、がまあ玉打ち結構神経質にならないといけないのと、はい、あとは見てから竜巻が反応できればファイヤーを切れると。ただファイヤー打ってくれないとね。そうですね、そもそも苦しいな、この場合は。あー、なんか嫌な嫌な間合い分かってますね。あー、ハゲさん一本、はい、左来たか。さあ、龍側はなんとか近距離で戦えるように間合いを詰めて戦うといいですね。ワンピーゼの翔さんもノージャーはすごくいい動きしてましたからね。さあ、波動早いですね。真空溜めたい、最強、最強。お、サードぜ。さあ、じゃあ、あれ楽しむか。さあ、あの変なジャックロリルね、ムカつきますね。これ昇竜拳当たっちゃわないんですか、このダイキックには。あれね、はい、かなりタイミングよく立ち合わないと当たらないです。あげ、楽しむ勝利。さあ、指名してください。あ、長州さん帰ってきたんで川島変わります。はい、変わんなくていいよということで、喉が痛いそうです。レアな。さあ、翔さんはさあ、アゲさんが今誰を指名するのかな。じゃあ、ダールシムに対してガイルじゃないのかっていう声が出てますよ。さあ、場内指名入りますよ。さあ、まずは同じ人連発はなし、なしにしときましょう。以上、同じ人連発はなしで今回お願いします。ガイル2人いるのか。さあ、ウネガイル、カワシム、ダルシム、中島ガイル、さあ、スムラホーク、福山龍、ニーヤホンダと中島さん。さあ、中島さんを指名。ハゲさんが中島さん。ただ一人二人が、ね、中島さんは逆にかぶせられる可能性あるんですからね。ホンダ触ってますよ、中島さん。これはちょっと致命傷か。さあ、中島さん、さあ、キャラはどうすんのかな。ここは男らしくガイルでいくのかな。男らしくガイルって言われてもガイルか。おっと、さあ、二つ右。おっと、あー、ジャパン。ハゲあんた、ハゲさんがキャラ選択ミス。まさかの剣を選んで店員の剣。さあ、色が適当でオレンジになったぞ。これ中島さんがホンダ逆かませの形になった。さあ、これね、ダルシム側がね、結構難しいんですよ、これ。お、なぜかファイヤーとダイキックで手負っている。ハゲダルシム。さあ、ワンチャン、ワンチャンいけるのか。ホンダさんやってるのか。さあ、しかし中島さん、来たぞ。さあ、一撃が重い。お、これはガードして。おお、知ってたんですけどね。ちょっとね、今欲張って。これはどうするんですか、ホンダは。ホンダですか。ホンダはもう我慢して、どっか飛びのポイントを。来たぞ。中島さんの暴力が。あ、これはもうよっ。あ、さあ、中島ホンダ勝利。さあ、指名を破天荒、長州、ハゲさん、バイパーさん、お茶丸さん、友田さん、ヘブンさんから選んでください。指名が入ります。さあ、ハゲさんの1キャラ目が罰ですね。誰。ヘブンさん。さあ、ヘブンさん、ヘブンさん、ヘブンさん、お願いします。さあ、ホンダを殺すのは。さあ、サードで選んでください。さあ、キャラはどうするのかな。さあ、ヘブンさん、私X 何時期あのサードサードぜ。
あの佐賀のでっかい大会なんでしたっけ。なんだろう。ちょっとかなり強豪ですよね。あ、M さんガイル。ガイルを選択。やはりかぶせの形になってしまった。しかしリードは中島さんですよ。今日なんかサードのイベントあったの。あの毎週土曜日。これ押し返したい。さあ、サマー出ない。しかし遅いっけ。さあ、さヘブさんがソニックを打つ。中島さん追い詰める。いい、素晴らしい。うまい。素晴らしいな、素晴らしいですね。白熱から。あっと。中島本田だった。さあ、勢いで押し切ったぞ。ガイルのような気がするんですけどね、この組み合わせは。ガイルは球をもうガンガン打っていかないとガイル有利にならないですね。ああ、そうなんですか。はい。さあ、待てなかった。おお、あった。さあ、前を取って。ソニックブーム、ソニックブーム、ソニックブーム、ソニックブーム出ないぞ。中島さんが来た。さあ、相打ちが痛い。さあ、我慢我慢我慢。さあ、このギリギリの前、怖いですね、ソニック。よくさあ、変な当たり方でツーヒット。あるぞ。あ、出よ。お互いに何も出てなかったが中足っぽくる。いいよ。さあ、1対1。結構いい勝負になってますよ。さあ、今飛びを相打ちで落としたのはもうすごいですね。うまいですよ、あれ。あっと、上がっちゃった。いい投げ返し。いいですね。距離取ったぞ。ソニックが落列削る。あー、だいいとこに出足が。足長えな。中島本田2連勝。さあ、破天荒さん、長州さん、ハゲさん、バイパーさん、お茶丸さん、友田さんからご指名お願いします。いいよ、はい、お茶丸さん。お茶丸さん来たよ。お茶丸、同キャラか。さあ、本田同キャラか。さあ、お茶丸くんは、バルログもあるぞ。適当な感じでいろんなキャラを触っているが、もう、手がない。冷血バルログ。さあ、さあ、しかし、本田は結構ね、バルログいける部類に入るんで。そうですね、長州さんは本田有利まであると。本当ですか。中本さんが言ってた。本田使いに言わせるとバルログなんてそんなに有利じゃねえよ。さあ、しかし、いや、押してんのは中島本田。かしっこ苦しい。さすがに本田戦ね、あんまりやってない。さあ、お茶丸、お茶丸ジャーニー入らずか。さあ、飛んでみたが暴力来るぞ。大事故。大事故。大事故ですね。ダメ、ピヨってはない、ピヨってない。生きるか。あるぞ。ひょう。お釣りがない。お茶丸さん、食べた。中島さんだった。さあ、破天荒さん、長州さん、ハゲさん、バイパーさん、失礼、シュウさん、ウネさん、川島さん、中、失礼、こっちです。おさん、長州さん、ハゲさん、バイパーさん、友田さん、ヘブンさんから選んでください。はい、破天荒さん。破天荒さん、指名入りました。ここは破天荒さん、龍か。お願いします。破天荒ガイルもあるぞ。迷わず龍。さあ、ボタン連打して龍です。これ開幕がポイントですから。さあ、さすがにね、本田きついですが、このファイヤーでももう龍です。ワンチャン飛びを通せばわからない。まだいける、まあ、この距離まだいきますよ、破天荒さん。さあ、どんどん打っちゃってください。さあ、ダイヤシスカあるぞ。ここやるぞ。気まずい。いや、さあ、バックダンスライキック。強い。あれ強い。この追い詰めるのがね。さあ、破天荒流気持ちよさそうに打ってる。さあ、近づけないですね、なかなか。これは止まらなそうな気がするぞ。さあ、飛びが間に合わないですね、あの距離だと。あ、まずいぞ。さあ、あるぞ。抱きしめられて。ちょっと遠かったか。ちょっと遠かったですね。これはうわぁ、まずいぞ。おぉ、よくハテコさん、ハテリバーサルは出てますね、今の。まあ、リバーサル出てないんですが。まあ、今のはね、もう削りかけで逆に死んでましたね。さあ、受け身だった。いい昇竜昇竜出た。いや、ちょっともう竜、ここはもう間違いなくいると思います。さあ、本田はなんとか球を避けて触りに行きたいが、触れない。さあ、触れた。さあ、もう一回、ちょっと遠いか。うわ、うんちゃな。波動波動。
おいい勝利、二段ジャンプを勝負かけあるぞ大事なところでやっちゃった。破天荒に勝利。さあ破天荒さんは、さあ破天荒さんはシュウさん、ご指名どうぞ。ウネさん、カワシムさん、津村さん、福山、新谷さんから選んでください。津村さん、津村さん、津村さん、どっちだ、フォークか、さあメイロンか。結構いろんなキャラ触ってますよ。何色だっけ、あ、Cの方。さあ関西勢の津村さんが先ほど動き超良かったですからね。こちらに出張になってまだねしばらく、そうですね、そうですよ、てか帰ってるよね毎週。よくエンパラにはいます。さあこれは龍の勝利力が試されるぞ。さあ破天荒、破天荒リーマイ、さあここにドット、オッケー。さあこれが出なかった。でも間合いは龍、さあ罪です、ありますね、いい打ち方。あれ津村さんちょっと不調か。ジャンプ中からスーパー大じゃなかった。殺しに行ってますね。さあ破天荒さんも結構やりに行ってるぞ。さあいい台足、さあ破天荒の玉打ちが、おいいぞ、完全試合か、おっといいし、まずい、おーよくジャンプした、繋がっていない。さあ破天荒に打つ、さあぼちぼちこの辺で昇竜待ちか、きついぞ。破天荒にリレーションレックね、間に合わないですよ。さあ破天荒さん、さあシュウさん、ウネさん、カワシムさん、あ、ショウさん、すいません申し訳ない。さあ、川島、川島さん、中島さん、福山、新谷から選んでください、お願いします。あ、ウネさん、さあ、さあウネさん、キャラはやっぱガイルか、裏切りの竜もあるぞ。まあ、ガイルでしょうね、竜、ガイル面白いですから、竜ガイルが見れそうだ。ガイル選択。ここも開幕超激アツですからね、様子見から始まった。今見てからソニックですね多分ね。いい差は垂直大系強いな。真空たまるいい勝利。さあ真空たまるまではどっちもありますからね。さあウネガエルがソニックで押す、破天荒にも打ち負けない。さあ体力的にはほぼゴムでちょっとガイルがいるかな、さあ裏切られず、元気なかった、いい竜巻、トリカゴモード入ったか、勝利で当たった、大足。さあ時間が30秒きた、おおーシーク2回目の中足は許さなかったですね。さあしかしソニックでいい勝利。さあ投げ、ちょっとリードされちゃって苦しいか。さあ早いな波動、うまいですね今の、いい波動でしたね今。さあ三段のジャンプだったか、して飛びを食らわないですね、ちゃんとガードしました今、無理して竜巻見て、今見えてましたね。さあちょっと高かった、こっからかスタンピオライ、真空タオラがまだいけるぞ、ウネガエル竜巻だけ注意、どうする、オッケー、おーいい中足、冷静ですね、ゲージもちゃんと見てたか、ウネガエル。さあそれじゃなかった、若干破天荒さんが固まっているように見えるか、ちょっと硬い気がする、さあソニック、さあ早出し大キック、 TBS ですねあれが。出たぞ、いい差は、さあめくりは失敗、さあ真空も溜まってるのに、もうどうなーってロケットや。さあ天狗さん落ち着きを取り戻してます、さあ踏んじゃった。
ペースは竜真剣かさたりが破天荒でいい踏み込み大足しへさあしに行ったさあてこさん、翔さんと川シムさん、中島さん、津村さん、福山ニアからお一人お選びください、お願いします。いや全然大丈夫ですよ。さあ、翔さん、翔さん、スタンバイお願いします。2回目のさあ、どうせ翔さん来たぞ。ちょっと流々な気がする激圧を開けて、交流負けられない試合が来た。キャラ的には五分ですよ。完全なる五分勝利出なかった。わあ、どっちだ。まずはここの辺で絶対打ち合いになる。さあ、水色合唱さんね、ダッシュカラーが破天荒さんとなっております。さあ、シンク黙っちゃった。打ってくれたぞ。さあ、天候流が次溜まって逆勝あるぞ。勝利できた。真空が来い。出なかった天候流開幕前が飛んでる。ピオリーじゃぞ。いい勝利、ナイス勝利、ナイス勝利。表で落としましたね。さあ、ファイヤーで押す。苦しい。あ、飛んでたよ。さあ、天候さん、あ、4連勝。さあ、天候さん、さあ、次の方を。さあ、固まったぞ。さあ、竜で、竜でいけるキャラ。お、福山さんを指名。頑張れ。さあ、ワンピが茶色いのが福山龍。さあ、福山さんは川端くんとかね、今だと津村くんとかとこっそり修行してるんで。お、こそ練してるんですね。かなり強くなってるんですよね。さあ、しかし、なんか二人して動きがぎこちない感じがするが、真空が溜まって、さあ、この真空、両方溜まりましたね。どっちが当てることができるか。さあ、なんか真空溜まるとお互いこんな感じになりますよね。お見合いになって。わーっ今のは昇竜拳打ってよかったんじゃないかな。対空で昇竜ですかね。さあ、昇竜拳からのめくり。あ、これは繋がらずだ。徳山さんも昇竜拳からの正面。さあ、対空、おっと、座布団失敗。さあ、真空溜まって、さあ、2人溜まって、またさっきと同じような展開。さあ、2人見てから出すことは。さあ、打ったのは破天荒さんですが、悪くないですね。まあ、ガードさせれればぶっちゃけ OK な気がしますよね、真空波動。まあまあまあ。さあ、対空からまためくりに行って、おっ、今度は下段。さあ、昇竜拳、福山さんもめくりに行く。さあ、流々でめくりに行くのはあまりいい手ではないと僕は思ってるんですが。さあ、3段入って繋がってますね。あー、真空が当たる。はい、友田を選ぶ。友田くんを指名。友田、バイソン使うんじゃないの最初は。破天荒さんの横に。友田くんの。さあ、友澤が選ばれて、まあ、バイソンでしょうね、最初は。さあ、3段ではなくて、アッパー。
グランドストレートのコンボは難しいですからね、ぶっちゃけ。コモザバイソンはかなり強い方だと思うんですが、まあ、コマンドがベガと一緒なんでね、使いやすいですよね。さあ真空、さあつらい、そうグランドアッパー、さあ今のは死に角かな。今カッパーあダッシュアッパー、さあ福山さんがダッシュアッパーに反応できないと見るやん、ガンガンダッシュアッパーを出していく。さあめくり立つなき、おおしっかり膨らむ振り向けあったクレイジー。さあ友田君指名権がありますよ。あっ俺やったさあカワシムが選ばれる。これカワシムさん誰選ぶんですかね。さあザルシムを先に出して殺しに行くか、カワシムサブキャラで、まあ、DJ ザンギもありますよ。ザンギ使えるんでね、ザンギ使えばいいような気がしますけど、最近、まあ、ガイルもやってるような気が。誰だ、まあ、ザンギ DJ 両方ともバイソンにはいけるはずなんで、まあ、ダルシム出すまでもないから、むしろダルシムよりもそっちのキャラの方がいいんじゃないか。そうですね。さあザンギ、さあ鈴木から、結局この組み合わせはどっちなんですか。僕はザンギだと思ってますけども、あ、まあ、投票2回転投票、ツイッター投票ではバイソンが勝ってましたね。いやこれ熱いと思いますよこの組み合わせ。ぶっちゃけ簡単なのはザンギですよね。ああそうですね、これも終わりなんでね、こんなの出ないぞちょっと不調かさあ、まあ、シムザンギはうまいですよ、結構。バイソンがザンギ倒そうと思ったらどうするんですか、徹底するんですか。まあしっかり ザンギの甘い行動をことごとくちゃんと前を切って差し込んでいくしかないじゃないですかね、はい、こうなるともう終わりだよ、こと。まだ諦めないまあしかしカーシムコパン連打はあまりしないんで、そうですね、グランドを止めるんですよね、あれ確か。そうですね、グランドも止まるし、はい、わあ死んだあるぞクレイジーだけど死ぬ、死んだ、おーいちょっとちょっと楽しみました、ちょっと意味がわからない。ちょっとホモサバイソンがこれで乗っちゃう気がする。今度止めた、こっちこっちから、うわちょっと徹底しだしたか。そう死んだか、死んだ、死んだね、やっぱり。いやー、カワシムザンギだった。さあ、ツージーがザンギに負けてるのを見たことはないとはありますが。さあ、ご指名カワシムさん。ツージーレベルのザンギがいないだけという、そんなことはないのかな。長州ちゃん。長州ちゃん。長州俺とプロレスだ。長州さん、ホンダ使えるのか見たことはないぞ、あまり。最低最低あ金曜者最低さあどうするカワシムザンギザンギ刺さった 100列も出てるぞカワシムさん、長州さんもこれ本田戦を知ってるのか続き刺さるさあ、ありては出てません。ありては出てません。さあ、うわー、ノーちゃんか？ノーちゃんだった。ゴブやね、ゴブ。あ、ゴブカードの声出たぞ。痛すぎる。カワシムザキどう来たか？ピオリド？これが痛い。おお、うますぎる。さあ寄れるか、距離はちょっとある。さあ長州さん全部か、全部かさあぼちぼち多分最後だけだと思います止まらない。さあリードは本田だった。いや秒はあるぞ、秒はまだある。苦しいがあった、長州本田守りきる見てか、本当か
さあ長州さんは、ウネさん、川シムさん、中島さん、津村さん、福山新谷から一人一人やってください。ウネ君喋ろうよ。初登場ウネがいる。さあ長州さんは福山さんを指名。さあウネ君。はい、ウネガエルでーす。よろしく。俺がマイク持っていいんすか。まあまあいいだ。何も喋れない。さあどんどん喋っていいよ。ほら。さあ。ホンダがぼちぼちとやってるけど、お、波動で押し返して。さすがにね、これは長州さん、サブキャラサブキャラとも呼べないサブキャラのホンダなんで、さすがに入選は難しいかなと思いますよ。さあ土俵際、土俵際ね。でもこれきついだろうな。おい、食べるぞ。汚れと言ってますが、残儀に本田で入ったあなたに言う資格はないと思います。もうこれは福山さんの美味しい、お、あ、うまいですね、大勝利。美味しいですね。あ、勝利出ず。張り手がおっせえな。もうこれはきつい。どうすんのこれ。じゃないですかね。これなんか、これどうしようもないんじゃないですか。適当に飛んで大勝利で死ぬんじゃないですか。あ、さあ真空削り。これ笑っちゃってんじゃん。さあ、あえなく長州本田が死亡。さあ、友澤君を指名。さあ、2キャラ目の友澤君のおそらくベガであろうと。さあ、友澤ベガをぶっ殺したいと。福山龍、本田倒せると思ってたのに。さあ登場、友澤ベガ。さあダブル2。さあ重ね失敗したところ投げ返されたが、まあ体力的にはまだリード。さあ波動の打ち方うまいっすね。じゃあマイクを、じゃあ長州さん、もうそこ座ってんだよ。さあめくりを食らったが繋がっておらず。お、最高、最高が刺さった。あの距離はね、ちょっと見えないですね、早すぎて。やっぱり見えない距離なんですか。見えないですね、あの距離はもう、ぶっぱで出すしかないです。おー、苦しい。さあやばい。あー、さあ福山さんは指名した以上負けるのはみっともないぞ。いやー、大勝利パスカッタ。さあさすがの友澤ベガ。誰選ぶ。さあ福山さんが死亡。船、川島、中島。さあ新谷さんが登場しない。バイパーさんもまだ出てないですね。あ、新谷さんまだ、ね、まだ出てないです。あの、のんきになんかタバコ吸ってますね。え、俺、うね、うねくんのガイルを、ガイルまで言ってましたけど、うねガイルとか言ってましたけど、キャラまでは指名できませんので。さあうねくんの2キャラ目、さあ何でしょうか。いやー、もう絶対に許さない友澤が、ほんと次やったら殺すと。さあうねさんが2回目ガイルですし。さあガイル、うねガイル成長著しいですが、ダブル2かな。ちょっと友田さんのモードに入った気がする。出会ったぞ、完璧だった。タクがね、強いですね。それクズ開幕すんないこ。金子くん仕事かな、釣られた。あれ抜き、お、なんとサード勢のぬきさんが大御所、大御所が来ました。さあ、そんなことは友田さんやリレーション。さあ友田さんは川島さん、中島さん、津村さん、新谷さんから呼んでください。新谷さんも出てないぞ。新谷さんが出てないぞ。目はあった。どうするさあベガでいけるキャラ、
中島さんがガイルかな、津村さんがホークです、ね、さあ迷っているの、おそらくもうメインでしょう。さあバイパーさんと相談している、友澤君が誰を選ぶ、友澤君が腕を組んでベガ立ちしながら津村さんを締め、さあ津村ホーク絶対負けないでさあもうホークだよ、ホークベガーはどうですか、どっち有利ですかね、ベガが有利でも友田さんと、バイパーさんが結構ホークベガーやってるの僕東大戦でも結構見てますんで、ああなるほどね、はい、じゃバイパーさんは多分友田君とやると結構きついということで、じゃあベガじゃないかと、さあホークベどうなるんだ、浮いちゃった、あれが噂の友崎くんさあどうだったの、友ザメが力強いぞさあ翼さん、翼さんお願いします、一度もハメに行けず、うん、カニで殺されてしまう、転びさせさえすればお投げる、ちょっと友ザメが徹底してるぞ、めっちゃ、うん、もう来たぞ、つばさんも入ったぞ、さあ端っこもう2回目、これはもう逃げようがないさあつばさん悪い癖が出なかった今日は、あれもうナイトメアがないとね、もう終わってますね、もう次だと思いますね、さあ、来たぞ、投げ返す、そうあれねベガの投げ前がね広いっすよね、分かりづらいですよね、投げ返し友さんがうまいんすよね、うまいですね、よう投げられるんですよ、いいアッパーさっなんとつむらホーク撃沈さあワンピーチームが残り川下さん、中島さん、そして新谷さんがあと2回さあ新谷さんが2回残しか、ニヤさんは2キャラまだいるんで、ニヤケもあるぞ、ニヤケもあるぞさあ友田さんがさあ迷っているぞ、さあ川下さん、中島さん、さあニヤさんが2回です、本田もあるぞ、中島さん、さあ中島さん2回目お願いいたします、中島さんさあキャラは自由ですよ、本田もあるぞ、ガイルかサードは頼まれてんじゃん、さあ選んだキャラはガイルを選択、ガイル、まあそうですねさあでもガイル難しいんですよ、ね、川島さん、この組み合わせはどうなんですか、いやガイルが有利だと思いますよ、ソニックがあんまなんかその稼働してくれないようなイメージなんですか、いやそんなことないです、あそうなんですか、ええ、これをよかった、ベガ側はもうワンチャン通せばそうですね勝ちなんですかね、ナイスガード、中島さん、ソニックを押す、さあ中島から押してきたぞ、ビヨッタまずは一本、うまいっすね、あの近づいてカニがあるところにソニックを合わせるっていうのは中足も何気に置いてましたね、さあやはり押すのは友澤ベガ、あの距離だと、はい、ベガ飛んでも間に合わないですよね、高めにしか多分当たらないですね、そう、高めにしか重ねにいけないんですよあの距離で、あ計算済みか中島がいる、あの距離になったらカニしかねえと、うん、ナイトメア、友澤ベガのスーパーゲージが超不気味、来たぞさあショーキックで飛んで逃げる、さあゲージを試されるうまかった今、あーサマーウィズ、しかしここは我慢、まあ、ゼロと中島がやるだった、うまいな、さあ中島さん、破天荒さん、ね、長州さん、ハゲさん、バイパーさんが2回、お茶丸さん、ヘブンさんから選んでください、お願いします、はい、破天荒さん、破天荒さん2回目です、さあリベンジ、ね、はい、さあ龍かガエルガエルかさあ破天荒さん2回目、迷わず龍、下がって S 差があるぞ裏切った、下がっと今日の破天荒さんの笑顔は悪魔だったかさあタイガー、もちろんタイガー打つ、もう川島さんこれもう絶望カードですよこれでもサガットがもう簡単じゃないカードだと思うんですよね、あそうなんですか、ね、なんか打ち勝てそうな面白いイメージありますけどね、いや強いガイルになってくるとね結構そうですね、出し方がうまいんで、あの大キックがいやらしい
あこれあと弾踏まなければワンチャンまだありますよ、ね、隙がない来たぞ一度とあれば十分か中島落ちなかったあったあれ落ちないですよね飛んでいたさあ今日はデビル破天荒だったやっぱ相打ちでいいよ端に何とか OK あー強いなあのジャンプライキック落ちないですねさあ大足体力リード取られてるんですけどあんま減ってるイメージないですよねうんリフトアップはね多分体力勝ちしてなくないですかあれなんか負けてましたよねさあしかし1本取り返してさあこれ補正もなくなるぞ OK さあ中島がやるリベンジなるかどうしのぐ、はい、いやまだセーフティーリードと言えないさあぼちぼちアパカが火を吹きそうだぞさあテコさん打つ中足いいとおーうますぎる中島がやるかあおーっと中足を置いてた職人中島さん2連勝さあ、長州さん、ハゲスさん、バイパーさん、お茶丸さん、ヘブンさんからお選びくださいお願いします。スピがいっぱいいますね。最終取りで中島さん誰を迷ってるぞ。バイパーさん、バイパーさん、バイパーさんお願いいたします。バイパーさんが、まだ出てないので、2キャラのうちから4キャラ。ユーガイルなんでフォークもあるぞ。一発目からフォークか。竜がいるだったさあバイパーさんの竜強いですからねでもこれすごくいい試合な気がしますし中島さんも竜がある相当やってますからねさあしかし端っこだぞバイパーさんが押すまだたまらないまだたまらない真空チャージ完了さあ一気に来るぞしかし中島さん冷静恐れず中足を出すあぶねえナイスチーム打っちゃった狙いすましたシンクバイパー流いや川島さんこれもなんか体力取られたらなんか、まあ、シンクあるんですけどね逆転がすごい難しいそのイメージなんですけどあどうでしょうかまあでも龍眼は真空があればどっからでもそうですね、うん、いけるんで、さあそれぐらい強い技ですから、だそれまでにガイルがどこまで取れるかだと思うんですよね、どんだけリードを持てるかっていう戦いなんですけど、なえ、トラギリだけだった、真空来るぞ、また、さあ中島さん、ソニックで押す、大足が落ちちゃった、投げに行ったが、もううまいわーっとバイパー流勝利さあバイパーさんは川シムさん新谷さん2回どちらかお選びくださいお願いいたします新谷さんさあついに来たぞさあ新谷さんついにさあしかし竜相手に本田出せないか剣か新谷さんもいろんなキャラ触るんで何でもありそうですよ何やらいいのとあのお選びください本田か本田かベガーとか DJ とかベガー DJ もあるぞ勝てる自信があるキャラを選んでくれわっと新谷よく見ますこの組み合わせああこれ水色の剣ですね、うん、さあ龍剣対決となったもう確かにでもサブキャラ同士ですけどバイパーさんと新谷さんの剣をあまり見たことがない組み合わせのイメージがありますね見ないですねこの結構僕初ぐらいうまっ膝に上がないさあさああれを見せておくと膝がさあぼちぼちシンク来るぞ出なかったさあ長州さんがレポ出せと新谷さん勝ち格逃したかなんか中小流漏れてますねあれは多分レポと思います今なんだろうね連覇やったのかな歩いて今のは痛すぎるうぃーリバーサルだったよさあ待ちナイス投げおお踏み込み鋭いでしょ鋭い、ねうん、技もボケないですからね危ない知らないおおうますぎる
いやこれ200円これ勝つ流れだぞ、レッパーかまたやっちゃったバイパーさんに入れそう。さあ川シムさんかニーヤさんお選びください、お願いいたします。じゃあニーヤさん、あ、ニーヤさん、ニーヤさん、レンちゃんです、お願いします。はい、ホンダかまたケンか、ケンは今日調子がいいとは言えないぞしかしちょっとニーヤさんに頑張ってもらわないと、ね、ホンダも苦しい、ホンダだった、まだ 2P がかなり残ってる、相当残ってますからね。うん、さあ、ニーヤ、ホンダ、さあ、バイパー流勝てばリーチ。さあ、バイパーさんはホンダ戦闘か、ね、東大戦闘が終わった後に残って、はい、やってらっしゃいますね。リュウガイルよくやってるんですけど、うん、もホンダとはあんまりやってないと思いますよさあ、しかも相手は生半可のホンダじゃないニーヤ、ホンダ、おー、来たぞ、見事な釣り。さあ、さあこれでさっきの剣のはチャラか。さあ、どすこい、ホンダは出ます。さあ、バイパーさん押す、ニアさん勝つとなんか選び放題です。そうですね、まだ 2P チームは相当残ったぞ。100入ってきたか、ピオラピオタ、ああ入ってない、あニアさんみんなの目が冷たかったさあ、ニアさんは長州さん、ハゲさん、バイパーさん、お茶丸さん、ヘブンさんからお選びください、お願いします。ニアさん指名、相手はいかがしますか。場内指名、長州さん、ハゲさん、バイパーさん、お茶丸さん、ヘブンさんの中からお選びください。キャラは分かんないですけどね、キャラはこれ全然理由ありますから、ハゲさん、ハゲさんお願いいたします。ハゲさんが何でかぶせていくのか。これはエッサがあるぞ指名されてかぶせられる、今日はエッサが結構出るぞ2回目来るか、ちょっと面白いよね、面白いこれ全然有利じゃないですからね、なんて、そうですね、器用な方がすごい。さあ、ハグさんにはね、注目のキャラを出さなきゃいけない、もう一回楽しむか、チュンリーはあるぞ、ハゲさんはザンギ言ってほしい、ダルシムはね、ちょっと無理だと思うな、これはチュンリーか、チュンリー使えねえだろ、ハゲさあ、コメント S 坂の声が、S 坂がいいっていう声が出てますよ、リュウとか、あ、S 坂、リュウ、チュンリー、さあ、ハゲさんのチュンリー、ちょっと使ってると見たことありませんね、リエサキさんのこれ、なんか、あー、全部これな気がするだぞあちょっとニーヤさん、今ちょっと連続したんですね、色気づきましたちょっと悪い癖がおっと、オリムソウだった今、忘れてましたね、多分ね、オリムソウをね、あるうっちゃった感じでしたからね全然気にしなかった。さあ、リヤさん、来たぞ。さあ、対空が難しいです、ちょっとチュンリ、使いこなせるか、大丈夫か。さあ、リヤさん、逃げた。しかし、歩いて寄ってくるぞ。ガンガン来る。戦列あるよ。頑張って。リヤさん、なんか当たりそうな気がする。爆裂超速い。さあ、ちょっとハケさんペースだぞ。お、なんかいいですね、打っちゃった、チクチクする立ち回りが、おおすげえな、あれ一度とあ決まった、おーっと、金落ちない、ちゃんと最後見てましたね、ギリギリまで、あ、うん、負けると川島さん一人になるぞ、ニーヤさんさあ、百列で削る、あ、これニーヤさんペースか、先出し中キック、ビオリーチうまいな、今の、うんバックジャンプチューパン暴力炸裂さあ、ニアさんは長州さん、バイパーさん、お茶丸さん、ヘブンさんから選んでください。もう2対4まで来てますさあ、お茶丸さん、さあ、お茶丸さんお願いします。お茶丸くん、まあ、チュンリーなのさあ、ちょっとバルログ怪しい気がする
本田だった。同キャラ。ああ、大山場、大山場所だったか。なるほど、同キャラっていう点がありますね。これ川島さん、本田は結局どうなんですか。これはね、本田よりどっちも、まあ、見てて、あんまり面白くはないですけど、やってる当人たちは結構面白いです、これ。削る必殺技の順番で、削った方が、おお茶、お茶丸無双か。さあ、勝てばお茶丸ジャーニー確定。新谷さんが、うわ、ただうわ、新谷さん、お、よくあった。さすがに、うん、ここは負けられないぞ。おー、よくやめた。おー、見えてるのか。お、新谷さん、ま、大丈夫ですか。ちょっと怪しい気がする。さあ、お茶丸さん、はい、わお茶丸ジャーニーさあ、川島さん、さあ、2B がリーチ。さあ、そして最終戦、川島さんさあ、お茶丸さん、本田と死んだか。さあ、川島楽しみ、満を持して出陣。ノルマはお茶丸さん含め4人。さあ、ヨガファイで押す。もうよくまた、さあ、川島さん、大爆発と言われてる、今日は冷静、確定取ってきますよ。死ぬならここか、死んだか、いや、おお、プレイ、イーグルでの勝ち。おお、川島楽しみ、超冷静。さあ、お茶丸ジャーニー、ワンセット終了か。さあ、でここで当たるんですよね。さあ、100列押す。おー、よく受けた。川島さんペースな気がする。お茶丸さん、鬼無双あるか。でも、川島楽しむ。でまずは一人。さあ、川島さんは、ヘブンさん、バイパーさん、長州さんからお呼びください。お願いいたします。長州さんか。長州バルローか。さあ、ヘブンさん2回目お願いいたします。さあ、サード勢最後の取りで、ヘブンを来たぞ。さあ、川島ダルジム、ロジアイでもすごいいい試合だった、ヘブンウォーク。さあ、まだ、さあ、どこかでコンドル、トマホーク、これが来そうな気がする。ゼロと。これ長州さん、これホークはどうやって勝つんですか、ダルシムに。ホークは結構ダルシムいてる方だよ、はい、いけるんですね。あ、ハメ殺すってことですね。ハメも通るし、はい、とりあえずジャンプ大パンが安定して落ちないから、はい、ダルシム側は、うん、ああ今ありましたね。今のとかでも、はい、要は台風は ほぼ確定だし、ファンは負けるんですか。ファンは当たっ、うん、2ヒットすればピュール可能性もあるし。あ、そうなんですね。今飛びが1回通れば全然あるし。しかし川島さん盤石か。一発あるぞ。これでそうですね、消えちゃった。ダルシムがいなかった。さあ、苦しい。あるぞ。あるよ、これ。じゃあちょっと遠いか。あー、届かないぞね。あそこ行けちゃうんぞね。 N コッパハメは練習してなかったみたいですね。川島さんはバイパーさんか長寿さん選べください。あと2人です。大将戦まで行くか。どっちだ、長寿さんお願いします。さあ、マイクを友田さんお願いします。さあ、 1P 側が大将川島楽しみです。 2P 側は長州、副将の長州兼、よく見る組み合わせ。さあ、川島さん、さあ、まずはヨガファイヤーで押すか。長州の引っかかってたな。長州さんも楽しみさん、うまく来たぞ。、うん、フレームまで手を出さない。川島さん冷静、あと50秒しのげるか。勝利渡らない。
さあ大パンレッパそろそろ来るぞ、完璧、完璧じゃないかさあ川島楽しむ、今負けそうな素振りなかったぞ、まさひくツイート、長州さんも冷静、手を出さない、さあここは打ち合いになる、さあ来たぞ、楽しむまたいなかった川島さんか、よく締めた、あるぞ、長所の不気味、お川島楽しみ、さあダブルリーチェさん大将戦バイパーさん最終戦です、お願いします。さあ激アツの最終戦にさ、結局ニュードも大将戦まで来ましたまずはワイパーさん、さあこの組み合わせ結構よくやってます、うん、まもうちょっと遅いかおい、もう一歩足りなかった、さあ川島さん確定取ってく、来たぞ、レース弾けなかった、川島楽しみリーチ4人か、4人抜いちゃうか、さあバイパーさんも射が中で、ね、もう一発、あ、読み方このテレポさあ川島さんちょっと盛り返しつつあるぞさあバイパーさんどこかで2回読み勝たなきゃいけないんですよね、お母さんもう一回、なんだあったいけなかった、さあ川島さんか、おーだ俺たちだったやっぱりバイパー多くなったさあファイナル、さあ今度は戦った、川島さんまだ冷静か、まあ、今日大爆発なしか、どっかでどこかでバイパーさんも来るぞ、さあもちろん来たぞ、いやいかん、死んだかしバイパーホーク2P がバイパーホークだったさあ本日のバイパールール、さあ2オン変速戦はなんとバイパーホークの決め手 2P 側の勝利です、ありがとうございますいや面白かったですねこれね、熱かったですね、いいですねいいルールですねこれ多分定着しますよこれダメだって言ったじゃないですかいろんな店がこのルールパクりますね、きっとこれ、うん、これ来ました、他のゲームでもこれ来ますねこれこれ何でもいけますねさあじゃあ勝った 2P チームあの写真を飛ばしてください、
さあじゃあ本日のねランバトはこれで終了いたします。で来週バーサスでその次またね11月11月の4日第1土曜日、また大山ニュートンでランバトを行いますのでぜひ皆さんお越しください。楽しいんでねみんなぜひお店で楽しみましょう。ではご視聴ありがとうございました。Thank you.
あ、大会は終了しました、フィニッシュですね。アメリカの方ですね。Yeah.
Yeah!
Thank you.
We